いね。今日はですね、渋谷の新しいホテル、シークエンス宮下パークというところに泊まりに来てます。ツインの部屋ですね。かっこいいんですけどね、ちょっとチェックインが手間取りますね。こんな感じです。すんごい景色。宮下公園側確約プランで予約してますね。向こうが渋谷の新しいランドマーク、スクランブルスクエアの高層ビルですね。ここがヒカリエのビル。いや綺麗だな。部屋はこんな感じですね。これテレビか。寝巻き、ハンガー、コーヒーとかコップとケトルか。そしてこんな感じですかね。おすごい電車がよく見える。充電もできるしね。それとこれ冷蔵庫だ。ドライヤー、歯ブラシ、水のプレゼントもありますね。でトイレとシャワールームですね。うん、もう僕なんか湯船に浸からない派なのでシャワーで十分なんですけどね。はい、ということでこんな感じですね。いや素晴らしい。内装も最高ですね。シークエンス宮下パーク、向こうでうちの奥さんが待ってますね。一緒にね、渋谷で国運歌舞伎っていうね芝居を見たんですよね。でついでに泊まろうということになって来てます。ということでこれから飲みに行こうかな。シークエンス宮下パークでございました。